はい皆さんこんばんはご視聴いただきありがとうございます、えー、本日のゲストえー、私前生療法士の伊田純子です本日のゲストは体内記憶研究の、えー、研究の第一人者医学博士の池川明先生ですえー、先生に直接お会いしてえー、少しお話しさせていただいたんですがもう波動が えー、赤ちゃんの波動ででししたんんうょかね <laughs> あの赤ちゃんに触れている回数が多いというのもあるんでしょうが、えー、命と向き合う現場に立たれて心身に向き合われているだけあってあの精神の純度の高さそして何事もおおらかに受け入れる姿勢と、えー、待つ忍耐力や、えー、包容力がお,やりおありの方だなと本当にあの波動で感じました、えー、そして子育てや出産に関してこの受け入れるとか待つ とか、本当に大事なことだと思うんですよね。この待つと受け入れるということの大切さ、そして赤ちゃんを信じて見守ること、これって見えないものを信じる心、つまり体内記憶を信じるとか前世にもつながるんだと思います。えー、今日はその子供との関わりや人生観が変わることなど、 えー、そういったね見えないものを、えー、信じることによって人生観が変わるということや母親と子どもの関係性などについてお伺いしていきたいと思います。先生先ほどもあのお話しさせていただいてたんですけども、はい、赤ちゃんには意思があってその生まれる時に何を言おうとするのか感じるって先ほどおっしゃられてたと思うんですけども。 この感じる、感じ取る能力っていうのは、あのえーね、先生、産婦人科医にとどま,まらず、その体内記憶研究されたりだとか、前世まで領域が広がってるんだと思うんですけども、最初からその感じる能力っていうのは、先生、終わりになられたんですかミュートに、先生、ミュートになられてます。 あどうでしょう音聞こえますか聞こえます。<あ>はい。ういもうね、私自身そういうスピ系の感性ってあんまりなくてですね、あの、なんか天使が見えたりとか、そんなの一切ないんですね。であの、神様からお告げがあったっていうのもないし、u f も見えないしっていう、<laughs> その、どっちかっていうと左脳系の人間なんですけど、はい。まあ、そんな人間だってちょっと知りたいじゃんっていうのがあるわけですよね、うん。うん。<laughs> 昔からあの、 今で言うと無いですね。月刊無いっていうのがありますけど。はいはい,はい,はい、はい、あの、あれ、小学館の雑誌小、小学何年生とかに入った不思議な話ののが前身なんですよね。うん、で、そこに出てくるいろんなね、あの、例えばイースター島の巨人の話とかね、えー、石像の話とか、はい、ああいうの大好きでしたけどね、ピラミッドがどうやってできたかとかね。<laughs> うん、あ、もともとこういった不思議なものには興味はおありあそういうのは好きだったんですけど、まあ、あえてね、探検家のように、 どっっっかか行てて調べようななんていうのはなかったですねうん、うん、本読んでは楽しいっていうくらいの,、うん、あのなんちゃってファンですよねでもそのまあなんちゃってファンからそのねその科学の世界で意思、まあ、として子どもを毎日その取り上げていくうちにあのその子どもとの,そのコミュニケーション赤ちゃんとのコミュニケーションその感じるっていう能力っていうのは日々の経験によって でその感感じじる力が増しててきたって感じですかうん今でもまだそんな強くはないんですけど、うん、あのもう多くのね私の知り合いの赤ちゃんと話せるっていう人は、うん、あの結構はっきり赤ちゃんがこう言ってますとか言うんだけどもえ実際に本当そうなのって聞くと、うん私はそう感じるだけだから本当にそうかどうか分かんないって全員言いますねだからあのあ<ー>その人が受け取る感覚でおそらく あの人間の考えなんていうのは同時にいいろんんなな思考があって1つではないんではすよねだからその思考を10人の人が読み取ると10に違うこというのは当たり前じゃないかなみたいに思うんですけど、まあ、そういうアバウトさが許されるという範囲の中ではあの子供のことを感じ取るっていうのはあると思うんですけどもう絶対この子が言ってるのは正しいとかいうような1対1の対応でっていうような感じであの聞くと間違えること結構あるんじゃないですかね。 っていうのは、あの、人間の大人の世界でも、お前なんか嫌いだよ、とな、言いながら、はい、裏では、めちゃめちゃ大好きだよってなるじゃないですか。<laughs> ね、もうあなたのことを信じてるわってこんなやつ信じられるかって、後ろで思ってるから <laughs> あるじゃないですか。でど、どっちが本当なんだよって言われたって分かんないですよね。<laughs> 同時に持ってるから。っていうようなことが、人間の心にあるので、 あのだからそれを自分が納得できるかどうかっていうのが大事なような気がするんですけどね。あそのね、うん、まあいろんな感じ方とか多面性あるからそこもその受け入れるその器っていうのかな、うん、その受け入れる器ってそれは先生どうやってそのあだからあの学校教育の中ではそういうことは学べないんですよ。 絶対あ,あの世の中に正しいものがある、間違ったものがあるという教え方をするので、善悪に分けるという記憶を受けちゃってるんですね。だから多様性の世界は学んでないんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。あの、だからアメリカ人っていうとヤンキーみたいな。アメリカ人ってこんなんだよねって、こう <laughs> あの、ステロタイプに見るじゃないですか。はい,は,いはい、はい。で、そういう、同時に日本人はこうだよって、えー、言うように、で、日本人だっていろいろわけですから、 うん、そんなひと工にすんなよってあるんですけど、うん、多くの人はそういうふうにあの、まあ、分けていくのが一応学問なんですよね細かく分けていって分類をしていくっていうのが学問のやり方なのであのそれに対して、うん、あの統合的に見ていく全体を見ていくあの木を見ていくっていうのが科学だとすると森を見るのがスピ系なんですよああ面白い森を見るのがスピ系、うん、はいはいはい 根もあるし、葉っぱもあるし、同じ木って言ったって見、見るとこ全然違うじゃん、みたいな。うんうん、のがある、全部トータルで木というものなのに、分けていくんですよね。分けるのが西洋だったとしたら、うん、全体的に見るのが東洋。東,東洋ですね。はい,、まあい,いや。これね、あの、どちらもいい悪いはあるんですよ。うんで。今の時代は、東洋的な考えと西洋的な分析する科学的な思考を、 両方を重ねて、両方で見ていくっていう複眼的な見方が必要だと思うんですね。これからの時代は。<ー>うん、なるほど。医学の世界でも、スピリチュアルの世界でも、あの、どちらにも必要ですかねそうそう。だからあの、スピリチュアルの世界を信じてる方は、お告げがあるとみんな100%信じちゃうんですよ。いや、それってどうなのみたいに思いますけどね。うん。<laughs> あのー、 逆に言うと、信じさせるような宗教もあるじゃないですか。うん、はい。うん、あの、ん不信心だとか言ってね。教祖様のことを信じない人不信心だと言うけど、いやいや、教祖様の言ってることって、いろんな教祖が世界中にいっぱいいるけど、みんな違うところで言ってるじゃんって。どれが正しいんだよ。ちょっとじゃんけんして決めろよみたいな感じですかど、ね、<laughs> <laughs> それよりも、それぞれの人が正しいと思うことを言っているっていう、正しいと思ってる。正しいかどうかは別にして、正しいと思ってることを言っている。うん まあその上にほん裏には本当に人々のことを考えているのか、金儲けのためにやってるのか、そう裏はあるけども、とりあえず表面的には、えー、下々のものを考えてるみたいなことをやるわけじゃないですか。うん、かその中から本当に正しいかどうかを嗅ぎ分ける力っていうのが大事なんじゃないですかね。ああ、嗅ぎ分ける力。嗅、はい、ぎ分ける力の中で、その中で一人一人が感じる力、えー、そしてそうです、そうです。自分でジャッジするというね。 はい、聞こえないものに対して、見えないものに対して、まあ、赤ちゃんだったら、えー、まだ生まれてくる前の子供だったり、その見えない子供に対してコミュニケーションする、感じ取る能力いのは、間違ってる、合ってる、合ってないは別として、自分で感じる感覚っていうのを持つというのがすごく大事科、ねうんね、学で証明されてるものが真であるってみんな考えてるけど、結構いい加減ですから。 うんね、ネイチャーに載った論文10年後に9割は役に立ってないわけですよ間違ってたりするんですよね現時点ではそう思っているっていうのが未来を正しいとみんなを信じてるんだけど科学が証明したと言うんだけどその証明って嘘なこともいっぱいあるわけですよ逆に言うとスピー系で怪しげだよねって言ってる中に真実もあるわけじゃないですかだからその真実って自分が勝手に科学私科学教と言ってますけど 科学という宗教の中でみんながそれを信じてるだけじゃないのって、そのフレームの中でですね。宗教は宗教の中で信じてるだけじゃないの<ー>それ世界狭くないですかもっと他の世界あるじゃん。うん、もうちょっと融合して考えりゃいいじゃん、みたいに思うんですけどね。あの、二元論じゃなくて、その、もうちょっと上の視座でいろんな考え方があるよ。複合、うん、的に見ようよっていうことそう,そうです、そうです。こっちか。だから、いい人悪い人がいるとするとね。 もう今の、うん、今の基準でいい人悪い人決めるわけじゃないですか。うん、もう人殺しなんかとんでもないってね、刑務所送るわけだけど、うん、戦争行って人殺ししないと罪に問われたりするわけですよ。うん。お前仲間殺されてんの黙って見てたのか、みたいなね。うん、うん。それよりも、その仲間殺してる敵をたくさん殺した方が英雄だ、みたいに言われる。社会とか状況が違うと全く違うことを言うわけですよ。 社会とか状況、あの空間とか時間が、それこそあの、ね、時代とかその空間が変わると、その正しいものも正しくなくなるとかある、<あ>正しいもうそうです。で正しい、正しくないって、肉体のいわゆるあの感情の部分が判断してるだけなんですよ。ああなるほど。はいはいはい、真実はそういうことをしたっていう事実があるだけで、それがいい、悪いはないんですよ。それいいと思う自分と悪いと思う自分がいて、時代とともに変わっていくだけじゃないですか。 だから、先ほどおっしゃってた本質を見抜く力っていうのが大事になってくっていうことそうそう、その時代でね。その時代にあったものがあるけど、うん、それは未来永劫正しいわけじゃないよっていうことですよね。うんそうすると、子育てに対する考え方も、その時代、まあ、流行ってたものが、その、いいも悪いもなくて、その本質は何なのかっていうことをて、うん、子供を立派に育てあげればいいわけじゃないですか。うん。そのための教育、育児でしょうん。 うん、だからその立派という定義がないんですよ。うん、教わらないでしょ立派な。あの昔は、あの、偉い人って、あの、例えば総理大臣とかね。うん。あのえが、大学の教授とか偉い人って言われてたけど、今ネットフェリックスなんか見ると、首相とかとんでもない奴らが劇の主人公をやってるわけですよ。教授と言ったら裏を持ってね、<laughs> 若い助手をあの手にかけるような教授とかいっぱいいたりするわけですよ。 だから地位だけで見れないじゃんってね、<ー>その本質を見ていかないとダメなんじゃないのっていうね。うん、いやだからね、その先生の,そのなんだろうあの、えー医、医学博士もされながら、その体内記憶っていう結構リスキーな分野に入って、あのうんね、結構あまり皆さん手つけかからない分野にその入って、でえー、その探求心からされてるっていうのが、すごいなとかってあの感動してる。うん いやそれはね、やっぱり批判する人たちもいるしね、うん、あの医者の中で都党を組んで、ね、批判するグループがあるわけですよ。うんうん、こいつら嫌なやつらだなと思ってるわけですよ、やっぱりこっちもね。え、うん、それに対して心折れることってないんですかや折れないんだよね、これが。彼らってエビデンスを求めるわけじゃないですか。エビデンスがないことを言ってっていう人たちなんですよ。 で、その人たちの主張を見ると、エビデンスがないこといっぱい書いたんですよ。でね、あの、本来は医者だったら、原文、元の論文とかにあたって批判するべきなんですよ。で私、論文書いて2005年とかもう3年にも書いてるし、その論文を見て批判した医者はいないですね。一般の雑誌に書いてあるような、誰かが、一般の人が言った、こいつひどいやつだよねっていう文章をもとに批判してる人たちはいっぱいいます。 それ根拠ないじゃんって <laughs>、他人の言った噂で、その噂の上に、議論を積み重ねていくんですよ。もうそもそも噂の段階でだめじゃんって話ですよ。だから自分で論文読んで、私の論文に対抗するんだと、やっぱ1600名の体内記憶集めましたからね、データ。最低でもそのくらいの数を調べて、ないんだよって言ってくれれば、私は納得しますよ。 うん他人の噂であるわけないという思い込み,思い込みでね、ないって批判してる人がほとんどなんですよ。うんで実際に喋ってることを見ると、勘違いだとかいいんですよ。<laughs> お母さんを喜ばせるために言ってる。<laughs> じゃあ子供がどうしてお母さんを喜ばせるために言ったっていう、その証拠はどこにあるのそれを証明しろよって言ったら証明した人いないんですよ。うんそういうのが科学の論争じゃないですか。一応私は科学でやってるつもりなんだけど、 科学畑にいる人たちはうん、うんあ、なんかお花畑にいる、なんか怪しげなやつが、お母さんのためになんか変なこと言ってるよねっていう意識なんですよ。<laughs> お前たちちゃんと研究しろよと。<や>金にもなんないし、地位も上がらないけど、やってみてから批判しろって言いたいですよ。そんな人一人もいないから。いやー、なんか感動あ <laughs> すごい。科学でも立ち向かえるし、スピリチュアルの分野でも、スピリチュアルの。論文書いてるんだもん、一応。 あのネイチャーとかのレベルではないけどね。少なくとも論文は書いてるんですよ。よ英語でね。読めよと。<laughs> 一応、あの、あの査定された上で出てますからね。何でもかんでも載せる論文。ではない。うん、まあ、一応軽いけども、査定はあるわけで。査読されてね。それで載ってる本なので、論文なので。一応ある程度の評価を受けてるんですよ。え、たい、あ。 体内記憶ではその一番に研究が進んでいるところってどの国になるんですかえ、私です。体内記憶やってる人いないなから。じゃあ、日本が一番ってことになの日本が一番。日本しかないです。やってないの。研究者は大体いないもん。だからさっき言ったように、チーム上がらないし、やってると批判されるんですよ。リスキーなんですよ。いやともすると、大学から追い出されるから、そんなのに誰も手っつけないんですよ。 すごい。え、日本が一番、先生がその一番。日本が一番って、私しかやってないから。<laughs> あー、すごい。え、それで旗揚げ、え、すごいな。えー、あのえ体内に意識を向けて、子供たちに意識があるよねっていうのを前提に、科学的に読み解いてるアパっていう団体があるんですよに。世界中にそういう科学的に読み明かすっていう団体はいくつかあるんです。 うん、でも子どもの体内記憶を聞いてまとめてその内容を分析するっていう手法を取ってる国は一つもないですね。えー、聞いたことないですよ。うん、ええー。いや、そ、それってそのねあの、リスキーだけども、すごいい先生の本とかで救われてるお母さん方とか子育て中の方とか、あはい、あの生まれる前の方とかも、 あのね、この前も私、前然性療法させていただいてて、その流産された、えー、方とか、はい、その先生の本見て、こうこの励まされたとかおっしゃってる方とかいらっしゃって、すごい救われてる方が多いんですよね、ええうん、それは大事だと思うんですけど、うんまあ、宗教でも救えるじゃないですか。うんうん、だからある意味ね、うんあの、科学的でなくても、体内記憶使わなくても救える人はいるんだけども、割と簡単なんですよね、体内記憶って。別にお布施い,いらないし。ど 毎週日曜日に通えなきゃいけないもないし、<laughs> うん、か勧誘してこいとかもないし、自分の中で自己完結できちゃうんですよ。うんうん、これってお得じゃんとか思いません思いま,思います、思います。みんなだいたい依存するじゃないですか、担任<で>に依存して、うん、あの、流産した人とか中絶した、お前が悪いんだとか、なんかあの旦那が悪いとかいろんな理由をつけて、なんか悪いっていう目線で見ていくんですよ、流産を。 あ赤ちゃんに聞いてない、当事者に聞いてないのに、どうしていけないって言えるのって私は思うわけですよ。私は当事者に聞いたわけですよ、赤ちゃんに。<laughs> 流産した赤ちゃんから中絶される赤ちゃんまでこう聞いてもらったら、うんうん、みんな超喜んでるんですよ。え、これ聞くってどうやって聞くんですか、この意識私はダウジングを使いましたけど、あうん、あの今だと、まあ、これから多分10年ぐらいにかけて、エーテルネットワークという、あの今あの、ほら、ジェンコさんは、 全生療法で誘導するじゃないですか。はいはいはい、うん。それをね、おそらく多くの人が自分でできるようになっちゃうんですよ。自分の意識と会話を始めて、自分で導いていく人が、あの、そんな多くはないと思いますけど、今よりはるかに多い人数が出てくるはずなんですね。あ、なんかね、私、実は自分で体内記憶、大人になってふと思い出したんですよ。お<ー>どんな記憶があるんですかえっとね、生まれる前に、えーえー、っと、えー 母親の参道を通って、狭いな、暗いな、狭い、怖い、出たくない、怖いよって言って、あはい、すごい力んでて、出たくない、出たくないって言って、あーってなんかこう押し流されて出た時に、すごい光が見えて、あ意外に怖くなかった、<laughs> 意外にこうすぐ出られたってあの、意外に綺麗な世界だったっていう、出るまでがすごく苦しいんで、 それって8年前に思い出したんですけどその母親が亡くなる前に、はい、あのもう意識朦朧としててあの喋る,ることもままならなかった状態だったんですけど、うん、いきなりずっと目覚めてこう私の生まれる前のことを話し出したんですよ何座<ー>の話をして、はい、でそれが私の思い出した記憶と合っていて<ー>合ってんだとかって思いながら。 ああ、なるほどね。うん、あの、はい、子供の時の記憶って、やっぱどんどん消えてっちゃうんですね。うん、あの、研究した人がいて、あの、こう、ぐるぐる回るメリーランドじゃないや、なんだっけ。メリーゴーランド。メリーゴーランドじゃなくて、あの、ほら、くるくる回ってるやつね。あの、あの赤ちゃんの上でまる、なんかあるじゃない扇風機みたいな。<laughs> はい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 、おもちゃの、あ<れ>はい。あれにね、足をつけて、 あの、足を動かすとそれが回るっていう、こう、記憶を残す実験に使った人がいて、やっぱりね、生まれたばっかりすぐぐらいの時は記憶がもうやっぱ消えていくんですね。ちょっとあの、大きくなった方が記憶残るんだけども、それでももう一週間持たないんですよね、そういう記憶。っていう実験はあって、ちょっとあるけどすぐ消えていくので、大人から見ると記憶ないよねっていうふうに捉えられるんだけど、短期記憶とかやっぱあるんですよね。 うんあのちょっとの間の,その探究、うん、はいふっとなんかその本見ててもなんかその書いてあったんですけど、大人になってから思い出すこともあるケースがあるあります、あります。映画とか見たり、あのほとんど、ね、体内教科ある人、私の調査では子供の三3分の1ぐらい持ってますからね、あの未就学児で。結構、記憶あるんですよ。ただあの、それを持ち続けてる人は割と少なくて。 で、小学校とかで持ってる子の場合、記憶がすごく鮮明なんだけど、友達に言うとバカにされるんですね。<ー>何言ってのはおかしなこと言うんじゃないよって言われるんで、あの、だんだん自分の持ってる記憶がおかしいと思い始めちゃうんですね。あそれはありますね。うん。それで、あの、結構生きづらい人が多くて、うん、あの、人には言わないんですよ。うん。で、去年の暮れにフランス行ってきたんですけど、フランスに映画を見に来た女性が一人ね、あの、自分に体内記憶があったんですって。あったけど、誰も言えなくて、 で映画を見たら自分の記憶と同じようなこと言ってるので、うん、で、ここでみんなに喋ったらみんなも受け入れてくれてよかった。でもこれをフランスの普通の社会で言ったら精神病院を送られるって言ってたんですよ。だからもう恐怖で言えなかったっていうんですね。うん、うん。だからそういう人は多分、ね、いっぱいいるんです。世界中にいっぱいいると思うんですね。 今、徐々にそう言えるような状況になってきてますよね。いや、まだ言えないですね、世界でまだ言えないですか。日本だってつい先でコロナの直前ぐらいに、子供、小学生がね、体内記憶喋ったら、あの、主治医の小児科の先生が知らなくて、あの、おかしなこと言うからって言って、あの、国立療養センターかなんか送ったんですね。えー、そうしたら、そこでついた診断が統合失調症ですよ。小学生でですよ。えー、それで、小学生で統合失調症の薬飲まされてたの。 お母さんがうつになっちゃって、そのお母さんが行政の保健師さんに相談に行ったんですよ。こんなことで子供たち、子供が、東道市長賞の薬を飲んでるんだけど、私はうつになっちゃったという話をしたら、うん、ああ、それ体内記憶って言って子供あるのよって言われたんですって。うん、え、何ですかこれ病気じゃなかったんですかっていう話が、つい最近ですよ。もう6年ぐらい前の話。えー、今でもそんなことが普通にどうもあるらしいっていうことなんですよ。 へや,やばいですよね。うん。教科書しゃべっただけで統合調症にされちゃうっていう。うん、それこそ受け入れる器っていうかな、その、あの、えっと、おかしこういう考えもあるっていうね、好きじゃなかったら好きじゃなくても、うん、そういう考えもあるんだなっていう、その受け入れる器ってすごく大事になると思う医学はそういう視点は取らないんですよ。うんもう正しい診断と正しい治療っていうのはセットで。 早く正しいのにたどり着くっていうのが大事なんですね。うーん,、うん。だから正しくないものがあるとか、バリエーションがあるってみんな知ってはいるんだけど、あえて口にはしないですよね。だっておかしなやつって言われるんで。へぇ<ー>、まあ、その診断が外れてたらどうすんのお前、まあ、責任取れるのかって言われたら、通り一遍のことをやってて間違った方がリスクは少ないわけですよ。裁判になっても訴えられても羽の毛でできるけど、自分が信じてることをやって、ほんと違うことをやって、 正しいっていくら裁判で主張しちゃって、あのまあ、負けますからね、確実に。え、そしたら、ちょっとそういうスピリチュアルな部分もお分かりになられてる、その病院勤めの先生とかって、その流れに従って、お薬をそのあの精神、その体内記憶はざ話し始めたら精神科に行、えー、かせるのか、それともちょっと様子見ましょうねって幅を聞かせる人がいるのかあ。それはもう先生によりますね。 だってそんなスピ系の教育受けてないですから、うん、免疫が、免疫がそもそもないんですよ。だから、オウム事件の時に頭のいい人がいっぱいいったじゃないですか。うん、知らないからですよ、うんで。知らない世界で科学で限界を見た人が、いや、すごい、こっちで解決できるんだと思い込んじゃったんですね、きっとね。そっち行ったってダメなのに、<ー>両方のバランスが大事なのに、そっち行っちゃったんですよ。知らないから。体がこんな うんうん、知ってればねポアしましょうとか言って人を殺していいとか言う人にならないですよ。どんな教育を受けてたのに、ね、だって医者がポアしましょうとか言ってサリン作ってるわけですよ。やばいし。あそっかそっか。だからあまりにもその知らない世界に光りすぎちゃったんですよね。ああそれこそ先ほど最初におっしゃられたそのその本質を見抜く力っていうのが大事に、うん 孫子見抜いたと思ったんでしょうね。うん、<ー>孫子が素晴らしい人だと思い込まされちゃって。いや、洗脳ですよね。うーん,、うん。だからそこはそういう考えをしてもいいかもしれないけど、他は違うでしょっていう比較対象をさせないんですよ。一つのせいが。だからそんなことやったら、お前、新人が足りないとか言われてね。そうそう、こそあの、なんか、牢獄みたいに閉じ込められて、反省するまで出てくるなんてやられちゃったら、 あのもうマインンドコントロールですよね、うん、あそれこそでもその比,較する比較していろんなものを見て多様性を見るっていうことがあの大事になっていく宗教だってキリスト教もあるし仏教もあるしイスラム教もあるし、うん、とりあえずあれだってみんなやりゃいいじゃんって、ねうん、深いところまでいけなくてもとりあえず仏教はこういう教えですとか、うん、キリスト教やス休日もプレゼンスカソリック違うと思うけど、うん、こういう教えですとかねいうのを あのまあ、教えてれば、その中からチョイスはできますよね。うん、うん、うん。いい悪いじゃなくて、こういう考え方があるんだって知るのはいいことじゃないですか。うん、うん。うん、でも、これでなきゃダメだってやるのは洗脳ですから。うん。うん、今の学校教育は、実はその洗脳をやっちゃってるんですよね。うーん。まあ科学教というかね。うんうん、うん。目に見えるものしか、それから答えのあるものしか、あの、信じないっていう。 答えがないものがいっぱいあるのにね,、うん、ね。答えがないものがいっぱいあるのに、それこそ、うん、まあ学校では教えられない関心を磨くことだとか、うんそ。そもそも1たす1が2って教えるじゃないですか。うん、これ間違ってません <laughs> ただ正しいですか <laughs> ?1 たす1は2って習うでしょは,はいはいはい。だって、オス猫1匹、メス猫1匹入れといたら、うん、子供が生まれて、 1たす1が8とか10になっちゃうんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。猫が10匹出てくるんですよ。2>, <laughs> 2匹だったはずが。いや、それこそなんかもう宇宙の世界ですよね。奇跡のなんか。だから1たす1は2っていうのはある条件のもとで、それは成立する式であって、 もう世の中に成立しないものがいっぱいあるんですよ。あ、そっか。それは人間がその数学とか数字とか作って、えー、と書いてるだけであって、その宇宙の視点からしたら、そんなのこの人間が作った数字で、数式であってそうそうそう。だからあるルールの中では成立するってだけでしょ。<ー>だから一万円札一枚と一円玉一枚足して一万一円。はい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 。うん、で、この商品は二円です2。2枚ですみたいな。 1>, のがったら1万円1枚と1円玉1円で買えるかもしれないけど、1円玉2個でも買えるわけですよね。はいはいはい。それたまたま1万円は1円玉が1万個っていう定義をつけるからそうなるだけじゃないですか。ああ、そうだ。ただ紙切れでしょ ?1 万円なんて。ねよその国行ったらただの紙切れですから、い。何の価値もないわけですよ。ああ、それこそあれですよね。その物の見方が変わると、その。そうそうそ。う そのものの見方によって定義が変わっていくから。その通りです。うん。あの、観測者問題で観測する人がどういう意図を持って見るかで世界通変わっていく。うん。量子力学の世界はね、その当たり前だけど、<ー>ニュートン力学の中ではそれを観測者の視点で物が変わっちゃダメなんですよ。それがニュートン力学の,あの法則で、<ー>そういう定義なんですね。うん。だから再現性がないとダメなんですよ。あ<ー>でも人間の行動なんか再現性ないじゃないですか。 うん、えそれこそ体内記憶って再現性とかってどうやって証明あのその再現性ないですよ。だって子供が自分で喋ってた内容を小学校、高学年になると何お母さん、そのバカなこと言ってんのって言うからね自分が言ってたことを否定するんですよ、子供が。再現性なんかあるわけないじゃないですか。えー、それをよくその論文でその再現性のないやつをこの先陣切ってその再現性のないやつをその再現性に重きは置けなかったんですよ。 数でで勝負したんですね、うんうん、当然嘘を言う子もいいだろうし、もうい、ん、つも入ってくるんですよ。でもそれは数でカバーできるだろうと思ってね。う,ん、うわー、数で勝負、はわー、素敵だから1600のデータを集めたわけですよね。うわー、1600、何年かかったんですか、1600。あうわもう早いですよ。データ集めるのは、あのー、保育園で諏訪市と塩尻市なんですけど、2002年、3年で、全部の公立保育園にアンケートをたまたま取れたんですよ。 当時まだね個人情報保護法ができたばっかりの頃であんまり規制がなかったんですね。ね<ー>それから論文に対しても規制があんまりなくて今はもう倫理審査委員会っていうのがあってそう通さないと、まあ、そもそも論文が書けないんですよ。倫理審査委員会でこういう体内記憶の話ってまず通さないので、うん、検究できないんですね。はあ、うんうん、だからもう,う、うん、日本ではこういう研究結構難しいと思います。 ちょうどそのいいタイミングで。で、できたんですよ、それが。ですよね。これって何者かじゃないけど、うん、この後ろに押されて研究させられてますよね。結構大変ですよ。1600のデータ集めるのに、3600枚アンケート配りましたからね。うわ、うん、答えてくれた人もすごいなと思うのは、80項目めちゃめちゃちっちゃい図で書いてあって、まあ、丸をつけるだけで済むようにはしたんだけど、えー ものすごい細かいデータなんですよ。よく声だけ返ってきたなと思いますけど。え、その中で一番記憶に残ったアンケート、どんなんお母さん、お父さんに記憶あるってやつがね。お母さん、お父さんにこにあるってどういうことですか、うん、子供のことを聞いてるのに、裏が白紙なんですね。それで、なんか記憶について何かあったら書いてくださいっていう中でもうびっしり書く人いっぱいいて。うん。あ、でも一番驚いたのがやっぱ子供が親を選んできたって話ですね。調べる当時は、 子供がを選ぶとかね、その中間生と言われる魂の時の記憶があるって知らなかったから、うん、あの体内記憶の本を丁寧に読むとそこの部分は出てくるんですけど、うん知ら、知らないからお腹の中の記憶しか注目してなかったんですよ。ところが中に空の絵からお母さん見てたとかいう話がポロポロ出てくるんですよ。<laughs> これはびっくりしましたね。今だったら全く違うね。 あの、お母さん選んだ理由は何ですかみたいなアンケート入れるんだけど、当時知らなかったから入ってないんですよ。うん。いや、これは驚きました。だから2004年にその、うん、空の上からお母さんが選んだっていう本が出たんですけど、うん、そこまでは子供が親をえら選べないっていうのが常識でしたね。ああ、そうで出てから。 今では子どもが親を選ぶっていうのを信じる人がだいぶ増えてきたと思うんですけど、うん、私が出した本を出した2004年以前は子どもが親を選べないから不憫だよねっていう話だったんですよ。わすごい世界のその、えー、と解釈っていうか常識定義をごろっと変えましたよね先生。定義自体はまだ変わって、まあ、まだ辞書に載ってませんからね体内記憶がね。載るようになったら変わったと思うんですけど。 まだで,でもそのためには相当の人がそれを信じないことには難しいので、辞書に載ったら本当にみんなが知ったんだなって思いますけどね、<laughs> まだ20年ぐらいかかるかなと思いますけど、ね、んえそのみんなの,その体内記憶っていうのがその常識になるようにって言って、本を出されたり、講演活動されてるっていう一応それが目的で、国民の2割が知ったら、多分変わるよねって、流れは変わるよねっていうんで、2>, うん、2割が目標だったんですね。 で、その2割っていうのがですね、うんうん、実は2014年度も達成していたらしいんですよ。素晴らしいあの。大門正幸先生っていう先生が全く別の研究で、うん、あの、アンケートを取った時に1万人の女性の無作為抽出の女性なので、うん、ある意味女性の募集団をピックアップして調べたところ、うん、えっとね、17%かな。あの、30から 60歳までの女性の17%の人は体内記憶を知ってるっていうデータだったんですよ。え、30から60までの女性のアンケートだったんですね。え,ののねえその、結構な割合でし体内記憶して,てたの、はい、だからそれに、うん、その前後とあと男性も入れたら、もう2割は軽く超えてたんですね、当時。うん,うんなのでそういうデータがあるから、おそらく2014年には、 2割は超えてた。2割を超えたっていうのは、私の中ではもうだいぶ広まったっていう認識なんですね。これ、体内記憶を信じると、なぜこの流れが変わるって,思ってた信じるっていうか、知っているとですね。知ってると信じる人はその中でもごく一部だと思うんですけど、うん、要するにあの体内記憶って自分が目的を持って生まれてくるっていう考えになるんですね、子どもたちがそういうので。うん。うん それであの、たまたまお父さんとお母さんがまぐわってくできたわけじゃないんだと。自分が意図を持って、このお父さんお母さんのところに生まれてきたっていう内容になるんですよ。うん、だから自分の人生は自分が自ら選び取ってるっていう能動的な人生なんですけど、多くの人は生まれてきちゃったからしょうがないよね。親ガチャだし、こんな親のとこ来ちゃったからハズれだよね、みたいな思ってるんだけど、実はそうじゃないって話なんですね。で、そういうのに、うん 気がつい、言われても気がつかない人もいっぱいいます。否定する人もいるんだけど、うんうん、その中で、あの、そうだねと思う人が出てくるんですよ。うんそうするとね、めちゃめちゃ人生が楽になるんですよ。だから、でもそれすら自分で決めてきてるんだと思うんですね。どっか途中で体内記憶に出会って楽になるっていう人生を自分で組み込んでくるんだと思うんですけど、うんうん、だから全員が知る必要はなくて、 体内記憶なんか知らずに人生は苦しいもんなんだっていうことを一生で学び取るっていう人生もあっていいわけですよ。うんうん、その人は別に辛いままでいいわけですよ。で、あの、体内記憶の中で記憶のある人に聞くとですね、シナリオを書くとかいう話が出てくるんだけど、私が聞いた中ではそのシナリオの最終章、一番最後のエンディングのところで全員幸せって書くそうなんですよあすで。私はそれを信じたので、 うん、とにかくどんな苦しいとか辛いとか言っても全員幸せで死ねるんだよねって思ってるから。何選んでも。そうそう。うんうん、辛くてもいいじゃないのどうせ最後は幸せになっちゃうし、うんうん、みたいな。うん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 。と思ってるんですけどね。いや素晴らしい。あのその体内記憶の,その目的っていうのはどうせ最後はその幸,せあ幸せになるために生まれてきたって言って、最後は幸せになるからな、ね、い、うんそう,そうそうそう。<え>その幸せっていうのが、 だから、皆さんが考えている楽な人生とかお金があって豊かな人生とかではないんですよ。うん、自分が生まれてきた目的を果たしたときに満足感がある、その幸せなんですよ。あ満足だから、あの、すごく人から嫌われる人生もありますよね。うん、うんうん。嫌う人生もあるし、嫌われる。まあ、あの、劇で行くとシェイクションのシャイロックみたいな、あとはクリスマスキャロルのスクルージョージさんみたいな、すごい嫌な性格の人もいるじゃないですか。 でもその人も嫌なことをやり続けた結果として何か学ぶものがあったら、それは意味がある人生じゃないですかって思うんですけどね。ああ、素敵。あどんなその嫌われ役でも、どんな意味がある。本来嫌われ役やりたくないじゃないですか。うん、いい人でいたいわけでしょ。うんうん、だけど、誰かがやらなきゃいけないんですよ、その役を。いや、深い。でも、その前の人生だったらまた逆かもしれませんもんね。いい人,かもいい人だった人があ,るあそう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 。 いろんないいあの、うん、いい人ばっかりやってると、あの、あれですよ。俳優さんで、うん、名優さんっていっぱいいらっしゃるじゃないですか。はい。うん。その方たちが結構汚れ役やりたいとか言うんですよ。はいはい、はい、だって、っていい人役やってるやりゃいいじゃないですか、ずっと。うんうんところは汚れ役やりたいって言うんですね。うん、で、その人たちがやる汚れ役っていうか、嫌われる役やると、凄みがあるんですよ。あ<ー>超ベテランだから。はいはい,はい、はい、だけどい。ットテのね。はいはいはい そこらのやったあのちょっと役者になりたての人がその役やってもあんまり迫力ないんですよ。ーヒーローとかヒロインには向いてるの。ポットでの人たちはヒロインとかできるけど、うん、悪役ってできないんですよ。本当人生の経験積んでないと。<あー> <laughs> それこそオールド魂の人が。そう,そうそうそう。でないと本当に嫌いなもやれやれないですよね。そう考えたら 嫌、うん、ない役を引き受けてくれてありがとうって感じじゃないですかそうですよねあのくって腹立つけどもあ引き受けてくれたんだってその生まれる前に、ねうん。私がその役をやらなきゃいけなかったかもしれないけどい<や>代わりにやってくれてありがとうみたいな <laughs> っていうのもあるかもしれないですよね。 面白い。そう思うと、そう本当にその物事って縁でこう球体でいろんな見方がね、そう,そうそう、その通りです。はい、あるってことですよね。最後幸せのその点に行くまでに、いろんな見方、うん、その嫌われ役だったりとか、いい人だったりだとか、うん、その見てその、実は嫌われ役の人はオールドソウルだって、えー、でも最終的にはみんな幸せっていうところに到着しようとしてるっていう。うん、多分到着しちゃうんです。<ー>どんな生き方しても。 だからどんなに苦しいっていう死に方しても死んだときはベータエンドルフィン出まくるしあの幸せホルモンがいっぱい出まくるんです死ぬときってあのとそうですよね闘病生活を送ってた苦しそうな人でもすごいなんか仏さんのような顔して亡くなり、ねはいね、幸せそうな亡くなるでしょうあれで多分幸せなんですよね、まあ、だと思っているんですけど違ってたらごめんなさいって感じいやでもそうだと思います ね、それこそ自分が何を感じるかが、信じるか感じるか。だからほら、死んだ後でやっぱり苦しかったっていう人もいるかもしれないじゃないですか。その人のために、うん、あの、エンマ様の脇にね、セミナールームをお借りして、待機してるので、<laughs> あの苦,苦情はあの死んだ後で言いに来てね、生きてるいや,やめて、だって分かんないんだから、死んだ時に幸せになるって言ってるんだから、死んだ後で違うんだって言いに来て、教えてください。<laughs> 苦情は死んだ後でね。<laughs> ちゃんとそこまでケアしてくださるってすごい <laughs>。はい。あの、エンマ様の脇け私いつまでいればいいのか分かんないんだけど、一応エンマ様の脇に、まあ、あの、借りれたらね、うん、ちょっと追い出されるかもしれないけど、お前あっち行けとか言われるかもしれないけど、もし借りれたらセミナーハウス借りてますので。い,いや、そこまで配慮できるってすごいですね。<laughs> <laughs> どうせ死んだ後だからね、いいかなと思って。<laughs> がすて いや、そうですよね。いや、そう、あのー、亡くなる前って、辛い人でも、絶対、その、幸せ、あのー、ホルモンが、その、エンドルフィンが出て、幸せなのと、あと、その、みんな、目的を持ってらっしゃるっておっしゃって、その前、なんか、その本をなんか読んだときに、先生の、あの、はい え3つのしミッションがあって1つ目はお母さんを幸せにすることお母さん幸せにできたら次は自分を幸せにすること<あ>そして最後は社会として、はい、あのやりたいことをやってる人がやりたいことをやってると幸せになる人が出てくると人の役に立つ、うん、それが本来の,あの生まれてきたもの人の役に立つのが一番やらなきゃいけないことなんですよ でもその前段階にお母さんを幸せにできないと、うん、その人生生まれた時のミッションが失敗から入ると、なかなか自分の成功のミッションにたどり着けないんですよ。うん,う,んうん。だからお母さんを幸せにするっていうミッションを、これが一番大事なミッションかもしれないですよね。で、ね、それをお腹の中にいる時に赤ちゃんにあの感じてもらうことができるんですよ。お母さんが妊娠中に、あなたがいてくれてお母さん幸せとかね、話しかけてたら、 もう赤ちゃんお腹の中で、あ、お母さん幸せにできたなって、もう生まれる前にさ最初のミッションが完了したんですよ。ああ。達成感持つじゃないですか。はいはい、お母さん幸せにする大事なミッションがもう成功した、はい、俺ってすごいじゃんっていう達成感と自己肯定感うん。そう,いう思って生まれてくるんですよ。うわもう生まれる前からもうちゃんとスタートラインより上に行ってるってことあ、い<れ>けるんです。で、これからそういう子だらけになってくると思います。 今は、あの、昔、昭和の時代だとね、まあ、小学校とか中学校ぐらいまでにお母さんが幸せになればいいかな、ぐらいの感じの、ちょっとスパンだったんですけど、コロナの前から5歳ぐらいまでにお母さんがそれに気がつかないと、ちょっと子供を育てるのは無理って子供が言い始めたんですね。<ー>で最近の子たちは2、3歳までになんとかお母さん幸せにしてくれっていうのを言ってくるんですよ。で、もうちょっとだと生まれるときにも幸せでいろよっていう子になってくると思います。 あだ今生まれてきてる子ってすごいお考え方もう、ね、すごい感動、ね、クの子たちでしょはい。うん、まあ電話に例えると私たちが昔の,あのなんかチリチリチリって言うか、交換書のような電話だとすると、<laughs> 今の子たちあの、スマホですからね。なんか線がないのにどうして電話できるのっていう時代にもう入ってますから。 宇宙とつながってますもんね、なんか友達、本当に、うん、で、それを使うのがエーテルネットワークといって、もうあの意識を飛ばして、お互いに意識を使った AI を使っ,っ、まあ、入ってるみたいなんですよ。このエーテルネットワークって、その意識を飛ばすやつね、えーはい、私,私たちってこの、こういう文明が進んでいないときって、えー、あの意識で飛ばして、そうそうそう縄文時代とか、たぶんそれやってたみたいなんですよすだ、ね。で、アフリカの今のそのマサイ族か分かんないですけど、その 地域でもこの意識とかでもやってる人いると思います。やってましたけど。<分>はいの。九州のね、どっか村では、そういう村が最近もあったって聞きましたけど。え、今、九州の村に入って喋るとう、うるさいからって言われて、俺たちその言葉使わないと分かんだよみたいなことを言われた人がいたっていうのを最近聞いたんですけど。え、まだあるんですかそう、日本で。えー、すごい。あるみたいですよ。あったのか、あるみたい。へぇ<ー>、まあ、ちょっとどど、どこどこ地区って、物上悪いんで覚えてないんですけど。 うん、でも九州だって言ってましたね。へえー、面白い。だから<え>そういうふうに、うん、あの意識を、だ昔でいくとあの江戸時代の維新、伝心ってやつですよね、うん。相手思いやる気持ちとか、これ日本人得意なんですよ。うん、うん、でもともと縄文の時はそういうのを使ってたみたいですよね。うーんでだんだんと文明が発達して言葉を使えようになると、その意識を伝えるっていう機能が落ちてくんですね。ううううんうんうん、うん、うん それで、まあみんな使えなくなってるだけなんだけど、本来そういう機能持ってるはずなんですよ。うん。で、あの、今回コロナでね、子供たちがマスクして、表情が読み取れないから大変だとか大人に思ってるじゃないですか。はいはいはい,はいはいはい。で、子供たちに聞くと大丈夫っていうの目でもうコミュニケーション取ってるから。どうもね、あの、ほらリ、リモコン。はいはい。リモコンって赤外線飛ばしてチャンネル変えるじゃないですか。はいはいはい。あれ、紐ついてないですよね。 つ、はいいてな,いですなので情報伝わるじゃないですか。はい、あんな感じで情報やり取りしてるらしいですよ。おすごい。すごい高機能になってるみたい。全員っていうとそれは言い過ぎだけど、全くないかっていうとそれも言い過ぎみたいで、うんうん、できることできない子が混在していて、まだできる子の方が少ないけど、これからどんどん増えてきますよ、そういう子たち。 じゃあそのコミュニケーションの,その意識レベルのコミュニケーションの2極化って進んでいって,るって、はい、進むと思います全くできない人ともうあの受精する前から赤ちゃんとコミュニケーションを取る人と分かれてくると思うんですああなるほど、はい、あそこでも2極化進んでるってことであれでも進みますねだって本人が使う意思がなかったら機能なんか伸びないじゃないですかうん、うん、オリンピック選手って、うん、その特定の筋肉をエリアを伸ばそうとして練習するから1曲出せるんでしょ みんな能力持ってたって使ってなかったら使えるようにならないじゃないですか。そうですよね。うん、うん。まあ全員が大谷翔平選手ほどのレベルになるとは思えないけど、うん、う,んうん。草野球ぐらいはできるじゃないですか。うん,うん。でも野球のボールに触れたことがない人うん、うん、急に野球やられて無理ですよ。うん。うん。だからね、キャッチボールぐらい練習しとけよとか思いますけどね。<laughs> もう時代がそこまで来てんだから、 そキャッチボールレベルまで行くには、やっぱりその母親とこの子供のコミュニケーションっていうかもう西中が一番最適ですよね、うん。勘違いでもいいじゃないですか、別に。うんうん,うんうん。大体夫婦でね、相手の気持ちが分かってる人っていますかって聞きたいところですよ。<laughs> 聞きたい。もうほとんど勘違いであの夫婦生活が成立してるじゃないですか。 <laughs> 勘違いがなかったら風生活うまくいかないじゃない、相手の気持ちが分かっちゃったら、このクソバ,バアとか、このクソじじとか思ってるのが、もろ聞こえたら、もう、じゃないですか聞こえないから、ねえね、えお互いに愛し合ってんだよと勘違いして、一緒になってるだけじゃないですか。分かりすぎた、こじれちゃうかね。ねえ、それが赤ちゃんに関しては、正確に分かるよってどういうことって、赤ちゃんだって正確に分かんなくても、あなたの気持ちを分かろうとしてるだけで自分じゃないですかって思うんだけどね。 許せない人がいるみたい。本当に正確に読み取ってんですかとか、バカなこと言うんですよ。そんな、正確に読み取るわけないじゃないですか。いや、そのね、<も>正確さっているんですかねいらないですよ。ね、勘違いでいいんだから。から相手が嫌ってたって、私のこと好きねって勘違いしてるうまくいくんだからいいじゃないですか、別にそれで。それが何か問題ありますみたいな。<laughs> うわそれ、それこそあれですよね、信じる力になりますよね、そのうそうのどこまで信じれるかっていうことですよね。そ、うん、そうですそうでですす でその自分を信じられるためには、信じるためにはお母さんが愛さ,されたっていう感覚が絶対必要なんですよ。あ<ー>まあお母さんでなくて、だ誰か用意し一人でいいんですけど、自分のことを理解してくれるっていう人が生まれてからできれば3歳まで欲しいですよね。そういう人に巡り合った時に、それができるんですよ。はいはい、信じる力ができるんですあ。あ、信じる力はやっぱりその母親の愛、母親か誰かのは、はい、信じられてないと信じる力出ないでしょ お母さんは無条件に子供のことを信じるじゃない。子供をね、うん、お母さんが絶対このお母さん自分のことを育てて、無条件に信じてるから生まれてくるんですよ。うん、最初何もできないじゃないですか。うん、でもきっとこのお母さんは私の世話をしてくれって信じてるから生まれてくるんですよ。うん、もう信じてない赤ちゃんなんかいませんから。じゃあ、信じてなかったら最初から妊娠してこないから。赤ちゃんも母親を信じてくれてる赤ちゃんは信じてます。信じるしかないので。 ああ信じるしかないから、だから。お母さんは信じてないんですよ。この子が病気だったらどうしようと、死んじゃったらどうしようとか、信じてないのはお母さんの方なの。子供は絶対100%お母さん信じてるから。えじゃあ、先生ってそういう思いで、その出産の,その手術とか、その赤ちゃんを信じるとか、お母さんを信じるっていう、その信じる思いでされてるっていう。信じるのに不安があるじゃないですか、自分の思い込みかもしれないから。だから一応、ダウジングで赤ちゃんに聞いてたわけですよ。 それですら、本当に正しいかどうかってわからないけど、一つの寄り所になるじゃないですか。うん,う,んうん、うん、うん。なんかね、ご採択が欲しいわけですなんか、ミコさんがいたら巫女さんに聞きたいくらい。ああ<ー>。これ、手術していいんですかとか聞きたいけど、そんな巫女さんいないし、都合よく。ああ、そういう思いでされて、あそっか。ね、もう赤ちゃん、だって、手術したくないって赤ちゃんだっているわけですよ。うん。生まれたいっていう、その子手術したらまずいじゃないですか、中絶なんかしたら。うん だから中絶してもいいよっていう子の場合いいけど、やだ生まれたいんだっていう子手術なんかできないですよ。だから一応確認しないと。いおそらくは中絶する赤ちゃんに聞いてたのうちだけだと思います。世界中で。<laughs> うちだけだと思うけど。うん、うちは全部聞いてましたよ。赤ちゃんに。それからお母さんの許可もらってね。病院だと配偶者の許可までなんだけど、うちは赤ちゃんの許可がないと手術できませんって言って、うん、赤ちゃんの許可ももらってきてもらってました。 うわいや、それ一番いい結果になりますよね。あの、みんながハッピーっていうか、ちゃん、ちゃんとやっぱり赤ちゃん、その見えないものに対するその権利っていうか、存在権っていうのをるうのす、うん、そうそうそう,そう。っていうのが、他ないじゃすでね、赤ちゃんに聞いてないから、赤ちゃんって生まれたいんだと思い込んでんですよ。だから中絶なんかとんでもないとかね、流産する赤ちゃんはかわいそうだって言ってるんですよ。 いやいや、花見に来た子だっているでしょうって、ちょっとお母さんの中だけ、ちょっと覗きなくてきて、満足して帰る子もいるんじゃないですかみたいな。で、ちょっとだけ見に来たのに、あの、花見に行ってね、うん、もうあの、なんか雪崩がなんか起きて、この村から出れませんって、一年間は出れませんって言われたとき、嬉しいですかいや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 。早く帰りたいでしょ <laughs> って思いませんだから、それは、お母さんが決めることじゃなくて、 お母さんって言われる旅館のおかみさんだから、うん、おかみさんが決めるんじゃなくて、旅人が決めることでしょ。うん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 。宿帳書くのは旅人ですよ。おかみさんが、あなた1年旅館にいてねとか書かないじゃないですか。うん、ああ、なるほど。いや、そうですよね。うん、ねそれをなんかお母さんは、一度旅人が来たら、一生逃さないぞみたいな。ずっといてくれるもんだと思い込むわけですよ。<laughs> 旅人にも都合ってあるでしょみたいに。全然考えてないんですよ。 受け流す力っていうのが必要になってくるってことですよね。受け流すというか。いや、い相手にも都合があるって考えた方がいいんじゃないですか。<laughs> 自分には自分の都合があるけど、<laughs> 赤ちゃんには赤ちゃんの都合があるんだと、旦那には旦那の都合があるって、そういう都合があるわけじゃないですか。うん、その中ですり合わせていけようと。もし早く帰りたいってい赤ちゃんがいるんだったら説得ですよ。 お母さん帰られて寂しいからもうちょっといてくんないかなとか説得するんじゃないですか。で、じゃあもうちょっといようかなと思ったら赤ちゃんいてくれるかもしれないしね。でううんそれが効果あるかどうかわからないけど、とりあえず、ただだしね、やってみたらどうですかって思うんだけど。うん、ああ、ちゃんとでも聞,く聞いて話してコミュニケーションするっていうことが。やった方がいいですよ、絶対。ものでもそうですよ。あの大工さんとかカンナとか大事にするじゃないですか。で、今日はこの調子が悪いなとか。 あの、気が悪いのかなとか言う。あれ、文字通り擬人化はしてるけど、物にもやっぱ意識ってありますからね。車もそうですよ。ああ調子いいとか悪いとかあるじゃないですか。<ー>で、前、F1 のレーサーの人とお会いしたことがあって、うん、あの、松本レイジの漫画好きで、松本レイジってこう、機械に、あの、思い寄せるんですよね。はい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 、うんで。きっとレーサーもそんな気持ちでやってんのかなと思って、例えばマシンとかに話しかけるんですかって聞いたら、 マシンはマシンですからって。すごい冷たく言われちゃって、<laughs> ええー、この人多分優勝できないよと思いましたけど <laughs> <laughs> あ。あっさり言われましたね。<laughs> あっさり言われちゃって。えぇ、ー、物に対してその愛着ってないんだと思ってね。すごい寂しい思いしたことありましたよ。ええ、でも違う感じで何か考えてらっしゃるのかもしれないですよね。まあそうですね。えー、そこはだから私にはわからないけど、うん、でもその時にね、 いや、マシン、こう、言うこと聞くときと、聞けばわりとかあるんですよとか言われたら、なんか私としては納得だけどね。うんうん。マシンはマシンですからとか言われちゃう。あ、そうか、みたいな。寂しいな。って思いました。日本人ってでもそうですよね。物を見立てるって、物の見立てって、に魂を込めるだとか、その、そういう精神がだいぶ薄れてきちゃってね。うん。あ、そこからでも、あ、 そこからその日本人の,その流れで物ののを見立てる、物ののに意識を入れるとかえと<や>。イラッされるのでね。だって意識のある粒子で構成されてるものなので、すべてのものは。うん、みんなちゃい素粒子のもっと小さい粒子で構成してるんですよ。その構成してる粒子には意志もあるし、記憶もあるんですよ。あ<ー>それを、ね、愛って呼ぶんですって。愛の粒子って呼んで、それでみんなができてるんですよ。 だから、どんなものも全て愛なんですよ。<ー>愛という物質でできてるんです。<ー>物質なんですよ、愛って。あ素晴らしい。どんなものなん目に見えないふ、ふわっとしたものではなくて、うん、実際に手で触ることができる愛なんですよ。あ手で触ることができる愛。できるんです。前おっしゃってた、愛には思考がいるとか、愛する、うん。ただね、存在はしてるんだけど、それに意味を持たせるのは人間の思考なんですよ。 ガソリンと一緒であるのはあるんだけど、<ー>動かないんです。だから海で行くと、海が、なぎの海がそこにあるけど、海って表面的には何もしないわけですよね。そこで海流を起こしたり、波を立たせるのは意識なんですよ。私たちの意識を持つことによって、周りのこ目に見えない波ができていくんですね。それがあるとき、形になるのが、 まあ、アトラクターって言いますかねあの複雑、複雑系でいくとアトラクターっていう状態でもう作り出す、一瞬があるんだけど、他の場合はものでないんですよ、存在してないんですね。うんっていうようなことかなと思ってるんですけどね。わあいや、なんか最後、愛の話になって、そうやって意識、ものだけど、その愛でできてて、意識を注いであげて、はい、そしてその動くんですよ。 だから愛情っていう愛で動かすと子供もね、愛情っていう愛で動かすと子供は愛をたっぷり感じるけど、憎しみ、イライラで育てると愛情になるんですよ。母ちゃんが俺を嫌ってるって思うのと、母ちゃんから愛されてるっていうのはベクトルが違うけど同じ愛の力なんです。ああ。一番悪いのが無視ですよ。もうお母さんいるけどいないように自分を扱ってるのは、これは意識が、想念がこっち来てないので、 これは絶対やっちゃいけないですね。<laughs> むしろ、ネグレクトってやつね。うん、うん、うん、うん。だから、どんなものに対しても、その愛情、その意識の、そのベクトルっていうのは、その。愛のベクトルの持って、その愛のものに対して、と、行動,、はい、行動意識を。与えて行動。て、はい、向けた。ベクトルによって、動き方が変わるっていうことなんですね、うんあ。あ。あ。受けたベクトルによって動、動き方。だから、その、あの、どういう想念を加えたらいいかっていうことは、習ってないんです。みんな。学校では教えないし。 学校ではそういう想念とか目に見えないもん全く扱わないので幸せって目に見えないもんじゃないですかうんだから学校教育いくら受けたって幸せになれないですよ幸せがなんだかって分かんない人たちが教えてるから、うん、あそか幸せにはならないただ生成系良かったりいい大学って言われる偏差値の高い大学に入ることはできるかもしれないそれはでも幸せとは全くと言っていくら無縁なんですよ幸せではないんです 達成感あるかもしれないけど、幸せではないんですよ。なるほど。ここ、満たされてないってことですね。そう、その通りです。満たされてないの。ああ、魂が。いくらものを、あの、教授になったとしても、お金がいっぱいあったとしても、世界中の金持ち知ってる人いるけど、世界中の金持ちで幸せな人は一人も言いませんって言い切ってましたから。はあ、私たちの方がもっと幸せみたいよ。金持ちより。<ー>ビル・ゲイツよりは幸せみたい。<laughs> うん、わー。 いや、ありがとうございます。あ、もう時間がそうですね。55分ですよね。あの次先生、あ、そうなんです。次行かなきゃいけないのです。いや、愛の話最後すごくいい話で、あれあの全部でしたけども最後愛の話で締めくくりってすごい素敵。すごい流れになりましたね。ねえ、いや。こん短い時間で、はい、よくまとまったなみたいな。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあすいません、ちょっと次があるもんですから。はい。じゃあこれで失礼いたします。はい。 いしありがとうございました。皆さん、いかがだったでしょうか、えー、このね体内記録の第一人者、えー、日本で、えーま、世界で一人しかいらっしゃらない体内記録の先陣切手されている、えー、池川先生でしたけども、見えないものに対して意識を向けて愛情を、えー 傾ける。そして愛情を傾けると、えー、それ愛を持って、えー、物事が動いていくっていう、最後ね、すごい愛の壮大なるテーマになりましたが、皆さんいかがだったでしょうかえー、そして、えー、みんなね、ミッションを持って、最後、幸せになるっていうね、え、目的を持って生まれてきた、ともおっしゃってました。ね、いろいろありますけども、最終的には人間、死ぬ時は幸せになって死ん、あの世に帰っていくよっていう話でした。ね。 本当に壮大な話になりましたが、体内記憶を信じるとこう人生がね変わると言っても過言ではないと思います。さあ皆様、どのような感想を持たれたでしょうかはい。ありがとうございました。本日もおいしそう。えー、今日は8月4日トリプル開運日、えー、一流満杯日の そんなね、素敵な対案と転写日重なっている日の、そんな素敵な夜に、池川明先生にお迎えしてお話を書いたこと、本当に幸せに思います。本日もご視聴どうもありがとうございました。コメント等もどうもありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。失礼いたします。ありがとうございます。